エディ・ブラッケンは、アメリカ合衆国の俳優、コメディアン、歌手である。1915年、ニューヨーク州のアストリア・クイーンズに生まれる。1920年代から子役として、キャリアをスタート。1940年代に入り、ハリウッドへ渡って、ルシル・ボール支援の女学生の恋で正式に映画デビューを果たしたほか、ザ・エディ・ブラッケン賞というラジオ番組も担当している。 1953年にハリウッドからニューヨークへ活動の場を移し、数々のブロードウェイ舞台へも出演し、舞台俳優としても活躍した。1950年代以降は、テレビドラマへも数多く出演し、コミカルな演技を得意とした俳優としての地位を確立している。1960年には、役者としての功績を称えられハリウッドを多く呼ぶ、フェームを授与された。 後年には、マコーレイ・カルキン主演の大ヒット作続編のホームアローンにへも出演。同作品では、カルキン演じるケビンが立ち寄る大型玩ング店の社長、ダンカンを講演した。2002年、ニュージャージー州のグレンリッチにおいて、入院先の病院で術後に併発した合併症のため死去。87歳だった。ありがとうございます。